はい、こちらね、石亀水槽です。まあ、水槽つってもこのトロ船に水を張ってレンガ入れて上にこんな感じでね、陸地を作ってね、まあ、100均で作ってるんですけど、これで飼ってる石亀水槽ですね。石亀水槽って言っても、まあ、日本石亀が2匹、これメスオスですね。でこっちに宮古島に取ってきた八重山石亀が1、2で、これは昔ブリクラでゲットした静岡県産 CB かな、うん、の八重山石亀。これちょっと 色薄いんですよね、この子で。宮古島の2体はこの子、多孔板の子かな、多孔板の子はちょっと色濃いめね。でこの子は綺麗な個体、順調に育ってるっすね。綺麗っすよね、ほらめっちゃ綺麗。これ今夜水換え後に撮影してるんで、ね、ちょっとだけ動き鈍いっすけども、みんな普通にここの陸地に上がって、こんな感じでコーラ干しして、まあ、ここでご飯食べてみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。まあ、昼間はこっちからね日光が入って、まあ、ここで紫外線を浴びるみたいな、まあ、そんな感じのこれ飼育環境ですね。まあ、個人的に結構気に入ってるっす、はい。水量も多めで飼えるんで、まあ水も汚れますけど、まあ、3日に1回、ね、しっかり水替えしていれば問題ないかなと。でこの子がうちの一番大きな個体ですね。もう3年かな、うん、これ友達ん家で、ね、自家繁殖させてる個体を1匹ですね、こうもらい受けてここで飼ってるんですけど、すっごい綺麗なコアラ、これね、もうここの放射線状になんか伸びてるじゃないですか、これね、成長線もバンバン出て、うん、綺麗な子ですね。しかもこの子がちょっとごめんな、ほらほらね、復興がもうすっごい綺麗でブリブリですね、これね、うん、欠損も指飛びも全くしないし、ピッカピカの完品石亀ですね、これね。で今日ね、そう紹介したいのがいて、こっちオスなんですけど、こいつちっちゃい時もっともっと色薄かったんですけど、こいつがねいつまでも黄色いんですよ。これわかります？これほら、いつまでも黄色い、顔もなんか黄色いしね、ほらもう顔の側面まで黄色いんですよ。これピッカピカ野郎ですよ、こいつも。でここも見て、この縁、この黄色の中からこの端っこにかけて飛び出てる、このゴールド石亀ですかみたいなすっごいねこれ。しかも中からちょっとこうまだら模様にね、なんか表紋柄っぽいこうね、ちょっと 薄いグリーンというかグレーのような、こんな模様も出てきていて、これはまたピッカピカ野郎ですよ、こいつね。ほら頭黄色いしね、タイガー石亀かっつうぐらいね、ほら中に入れたら頭の金ピカ具合が目立ちますよね。この子をね今日は紹介したくて動画を撮ってます。前からね動画に映ってるんですけど、改めてね最近こいつの光具合がね、ゴールド具合がすげえんでね、動画にしてみようかなと思いました。いろんな血統の日本石亀っているじゃないですかね、いろんなお店でいろんな、まあ大阪だったら広島からとか結構入ってきてるんかなって思うんですけど、まあ、あとは岡山とかね、はい、いろんなとこで、ね、大量にこう CB として石亀が繁殖されて出回ってると思うんですけど、こいつはねまたね、すっげえ個体をもらってきたなと思いますね。オスなんですけどね、まあまあまあ、まあまあなサイズになってんじゃないかなって思いますこれね、うん、こんな感じです、レンガに対して。でまあメスと比べても、メスの方がまあ二回りが大きいですけどね、あいい感じ。夏が来たらね、八重山石亀たちだけの、水槽も作って外で飼おうかなと思ってますね、こんな感じで夜な夜なこいつらはね上がってきてね、ここでコラボしてるんですよ、うん、その絵がまた何とも言えないですね、かわいい、はい、こいつもかわいいな。今日は本当この紹介と、まあ、飼育環境の確認ぐらいなんですけど、またね、新しい環境を立ち上げたり、この子たちの成長具合っていうのはどんどんこうやってね定期的に記録に残していくんで、よかったらね、見てもらったらなと思います。ではこれで以上です。ご視聴いただきましてありがとうございます。さよなら。